かかれ。あれは織田信長の手勢か。なぜ今川に喧嘩を売るような真似を。巻き込まれては面倒しごく。この場は逃げますぞ、若。なんだ、戦わねえのかよ。帰り討ちにしてやりゃいいじゃねえか。敵が体勢を整える前に蹴散らしてやる。開門。よっしゃ、俺がこの門を守っといてやる。竹千代とおっさんは先に逃げたろ。閉門。待たず、勝手に突っ込んで撃たれるなよ。その言葉そっくりお前に返すぜ。人質の退路を立て。ならばここに陣取るのが最善だろう。いいところに現れたな、信行。さすがによく心得ている。よし、この勢いで人質を追いかけようぜ。開門。本田平八がいる限り、こっから先には行かせねえぜ。ほう、敵ながらいい面構えだ。こちらも手を抜けんな。壊してくれ。おじさまの人質を奪おうなんてバカなの。全力で潰してあげる。全軍かかれ。今川に盾ついたことたっぷりと後悔させてやるのだ。今川の本体が現れた。これで後戻りはできなくなった。つけ野郎にしてやられたか。開門。竹の人質を奪おうなど不届き千万。盗っ人ともめ、ここで成敗してくれるわ。私はここで時を稼ぎまする。その間に若は逃げ延びてください。半蔵、すまない。無理はするな。信行兄様はどこかな。言いつけの通り味方を連れてきたけど。またも退路を断たれてしまった。ほう、一も来てくれたのか。俺は兄弟に恵まれたな。信長様の前に敵はいねえな。この俺を止めようとて無駄よ。
勇気たちが押されているか。直ちに援護するぞ。やはり兄上はお強い。撃ち取ったぞ。聞かせていただこう。こりゃお見事ですな。わしと手合わせをしようもか。あたしの獲物発見ね。の分を祈るほかない。敵将撃ち取ったぞ。やはり兄上はお強い。先に進めそうだ。急ぎ人質を追うぞ。人質の身であれ、モノノフの端くれ。やつと捕まるものか。よく来てくれた。もうまた無茶なことして。ただの人質と侮っていたが、なかなかの気骨を持っているようだな。あなたは一体何のためにこんな無謀な戦を。よく従いましょう。よし、目的は果たした。引き上げるぞ。
家康、聞けば駿河の今川家当主義元は将軍にとって変わらんと上洛を企てているそうだな。はい、確かなことは分かりませんが、そのような噂は耳にしたことがあります。ならば義元に勝てたなら俺は天下すら狙えるということか。天下？ざれ言よ。しかし座して滅びを待つくらいならば俺は乱世に抗う、なんと壮大な。ですが私でお役に立てるでしょうか。その覚悟があるならばお前を人質としては扱わん。お前も俺を兄とでも思えばいい。はっ、この家康、必ずや信長殿の、いえ兄上のお役に立ってみせます。やれやれ、信長様の蛮勇には骨が折れますな。下の者の苦労も少しは。そう言うな勝家。さすが信行だ、信長様のことがよく分かってるじゃねえか。言葉に気をつけろ、としえ。信行様だ。何度も言わせんじゃねえ。幼い頃からの付き合いだからな。私のことは呼び捨てで構わないさ。それよりまたさ、こたびは苦労をかけたな。これからも兄上のことをそばで助けて差し上げてくれ。ああ、任せとけって。この槍のまたさがいる限り誰にも信長様を撃たせねえからよ。そいつは頼もしいこった。今川家の人質となるはずだった徳川家康、この頃美濃では剣謀術数を駆使し、マムシの異名を取る道山は信長の父信秀も攻めあぐねた難敵であった。真っ向から挑んでも勝機は薄いと判断した信長は、弟信行らと共に美濃への侵攻。美濃襲撃。兄上、尾張国内すら一枚岩ではないというのに、斎藤道山を相手に戦など無謀に過ぎます。だからこそ挑むのだ。もし道山に勝てば織田の武名は高まり、尾張一国従わぬ者はいなくなるだろう。恐れながら信長様、戦は博打じゃございません。負けた時のことも考えていただかねえと。やめよう勝家、信行兄様が反対してもダメならもう信長兄様に何を言っても無駄だと思う。一は兄のことをよく分かっているようだな。信行、権六、承知してくれるか。申し上げるべきことは申し上げました。この上は私も腹をくくって美濃にお供しましょう。信行兄様だけに苦労はかけさせない。私も美濃に行くよ。姫、またそんな無茶なことを。ま、姫も行って引っ込むお方じゃねえか。
家康、美濃に攻め入ることになったぞ。はい、先ほど私たちにも出陣の下知が。兄上のお役に立つ好機、心して望まなくては。気合入ってるじゃねえか。信長様もお前に期待してるみてえだ。頑張れよ。半蔵、平八、出陣の支度を急いでくれ。なんだ竹千代、随分と張り切ってんだな。ああ、必ず手柄を上げて、私が一人前の物の筆であると兄上に認めていただかなくては。その意気はよし。とはいえ賞賛は五分にも満たぬ。若、くれぐれもご油断なきよう。俺のやり方、見せてやろう。してやろう。目指すは稲葉山城だ。全軍進め。まずは手近な砦を奪い、足がかりにするぞ。稲葉山城は父上でも落とせなかった。前線は危うい。位置は本陣の守りを頼む。分かった、ここは任せて。あんまり無茶はしないでね。総大将が自ら先陣に立って武働きとは、織田の当主は噂通りのうつけなのか。お相手いたす。足がかりとする砦を確保できたようだな。あの男、非凡の将か、まことのうつけか。推し量るならば今が好機。内藤家家臣、明智十兵衛光秀と申す。いざ尋常に。長い。こう止めたか。無作法な。この石頭は、このうつけは、
俺が斬る。そのうつけた戦ぶり、織田家当主信長殿とお見受けする。まだ名乗りにこだわるか石頭。いかにも俺が織田信長だ。相手はあの斎藤道三。しかし兄上ならばきっと。油断は禁物でございます。若信長様を過信して命を縮めることなきよう。無礼ながら一旦引かせていただく。